海と日本プロジェクト。日本財団と環境省による海ごみ対策プロジェクトの合同記者会見が先月開かれました。会見では3つのプロジェクト事業として、海ごみゼロウィーク、海ごみゼロアワード、海ごみゼロ国際シンポジウムの概要説明が行われました。海ごみゼロウィークは5月30日から6月8日までの期間に、海洋ごみ削減に向けた全国一斉清掃活動を広く呼びかけます。特設ウェブサイトに登録すれば参加することができます。2つ目の海ごみゼロアワードでは、海洋ごみ対策の取り組みを募集し、優良事例を表彰、国内外に発信します。さらに G20 終了直後の6月中旬、海ごみゼロ国際シンポジウムを開催。海ごみゼロアワードの表彰式のほか、国内の活動や取り組みを紹介し、広く世界へと発信する方針です。海ごみの8割は陸からのものと言われています。こういった活動で一人一人が海洋ごみ問題を自分ごと化し、さらにはそのごみ全体を減らすきっかけになればというふうに思っております。さて、私たちの生活に深い関わりを持つ伊勢湾での海ごみ対策はどうなんでしょうか。実は伊勢湾流域の愛知、岐阜、三重の3県と名古屋市が連携して、森、川、海のクリーンアップ作戦をすでに実施。地域住民と NPO、企業、市町村が森林や河川、海岸でさまざまな清掃活動を行っています。しかし、私たちの伊勢湾でも水質汚濁や漂流・漂着ごみの問題など、多くの課題を抱えています。愛知県が平成25、26年度に、県が管理するうちの26河川で調査した結果、回収した 52.7 トンのゴミのうち、生活系ゴミが実に 72% を占めました。この河川のゴミはやがて下流へと流れ、海にたどり着いてしまうのです。愛知県では生活から出てくるゴミについて考えてもらおうと、ユニークな取り組みを始めています。カッパの清吉というキャラクターを通して、生活ゴミと海ゴミについて考えることを分かりやすく伝えています。中でもカッパの清吉の絵本やカードゲームは、授業などで幅広く活用されています。私たちがすぐにでもできることから、海ごみゼロの運動に参加しましょう。海と日本。